Leave not rest は足跡を残さないっていう意味なんですよね。ただ、まあ、現実的に足跡を残さないって不可能なので、環境に対するインパクトを最小限にしましょうというアウトドアテクニックのことです。こう人々をこう自然の中に連れていくときに、まあ、それによって自然にダメージを与えてしまったら、まあ、その教育自体が持続不可能になっちゃうじゃないですか。まあ、そういった時に Leave no trace というような、まあ、環境保全のための約束が参加者と私たちの間でできていることによって、環境へのインパクト、教育によるインパクトっていうのを最小限にすることができるので、一番最初 Leave no trace を導入しました。Leave no trace は、まあ、7つの原理原則があるんですけれども、環境に対するテクニックってすごくたくさんありますよね。例えば、まあ、海だったら海なりの環境に対するテクニックがあるし、山だったら山、あと同じ山でも季節によって夏山と冬山だと全然違うんですよ。だから本当だったらたくさんそういったテクニックを覚えないといけないんですけれども、まあ、Leave no trace はその7原則を守るだけで、誰でも簡単に環境に対して配慮のあるアウトドアを楽しめるテクニックです。まあ、最近のねアウトドア産業の活況で、まあ、たくさんの人がアウトドアに足を運んでくださるようになりまして、まあ、それはそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、でもっともっと日本でねこんな素晴らしい自然ですから、アウトドア産業が盛んになってもらいたいんですけれども、その盛んになるのと同じように、まあ、しっかり環境に対するテクニックであるとか、まあ、配慮行動っていうのもしっかり身につけていかないと、まあ、このアウトドア産業がね持続不可能になってしまうので、まあ、そういった考えからLeave no trace Japanというのを立ち上げようと思いました。で長い、まあ、時間、まあ、時間というよりも日数ですよね、日数山の中で共同生活するような体験というのはとっても重要なんですよね。まあ、そんな時むしろすごくね重たくて硬いブーツっていうのは体も守るんですけれど もうすごく環境へのインパクトも大きいので、まあ、環境にも優しいし体にも十分優しいキーンのブーツっていうのをすごく長い間ねロングトレイル歩くためには愛用してます。これからねアウトドア楽しみたいなっていう人にとっては、まあ、とっても向いた最適なブーツだと思います。